アキタイヌの魅力まずこの大きな頭これがもう人にしか見えない。 <laughs> <laughs> うん、人によってそれぞれ好きなポイント違うんでしょうけどこの大きな頭のその存在感がやっぱり一人っていう感覚に感じられてだからカテゴリーとしては犬っていうふうな分類なんでしょうけど、うん、犬のなんかかぶり物をかぶった人間みたいなそんな気持ちで接してます。<laughs> この世から飽きたいのがいなくなったらそれまずいですよねいやまずいけどあり、売ります。この世とは言わないけど、大館市からいなくなる可能性はありますよねだって犬を飼ってる人の数が少ないしで繁殖させてる人の数も少ないしで、実際飼ってくれている人たちの高齢化これがもう本当に切実で若い人もそれは数名いるとしてもその人たちがみんな代々 繁殖してあの犬を存続させていくっていう保証ないですから最低限この大館市からは秋田犬がいなくなっても不思議はない寂しい限りですよねいやーもう秋田犬のいない生活は考えられないですねあんまり可愛すぎて